なんか最近結構心療内科めちゃめちゃ予約取れないらしいんですよね。でも結構いろんなところでやっぱ聞くようになりましたよね。昔よりメンタルヘルスとか自己肯定感上げていこうとかセルフコンパッションとかそういうワードは本当に普通に日本に住んでてもいろいろいろんなところで聞くようになったなと本当に思います。なのですごいいい傾向だなと思います。だからあとはそういったカウンセラーになる人がきちんと仕事をしやすくなるのと、こういうところにいいカウンセラーいますよっていう、なんかマッチングがちゃんとできればいいんですけど、割と有名な、いいよ先生のところにバーッと集まっちゃって予約取れなくて、先生、患者さん来ないところは全く来ないみたいな、二分化しちゃってるみたいな。バランスがね。で、もうちょっと他の芸能人の方とかもどん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 メンタルヘルスっていう言葉をどんどんこう広まっていけばいいのにな、みんな言っていけばいいのになって、やっぱぶっちゃけ思いますね。まあ確かに、なんかその弱さを見せることがマイナスであるっていう文化はやっぱまあ、日本は結そう構そう強いでそうすよそうそうそう、そうなんですよ。だからそこが僕もそうだったので、ね。そう、そこはすごい理解はできるんですけど、なんか自分がやっぱりあっちに行って考え方が変わっ、でも逆にアメリカに住んでやっぱ日本のいいところもたくさん見えるような、なのでそういうなんかメンタルヘルスがもっともっとそう弱いところを出すのも別にダサいことじゃないんだよっていうのを、どんないろんな人がどんどん広げていってほしいなとは思います。ああ。